はい、おはようございます。寝起きなんですが、カップヌードルの旨辛チーズスンドゥブ味食べていきたいと思います。多分チーズと豆腐のこの四角がありますね。じゃあ3分待ちます。日本昔話、もうあれですね、仮面ライダー9時からなんだ。助かる。あれ、今仮面ライダーなんだっけ。仮面ライダービルド一回も見たことないんだ私。あ、ミスチル最新ライブ名曲ミュージックビデオ DVD か。ドラゴンボール超。とりあえず仮面ライダー見ましょうか。トマト。仮面ライダービルドの設定を知らないんですが、主人公の子は頭がいいのかね。はい、出来上がり。うん、チーズの匂いとキムチの匂い。多分これ追いチーズした方が美味しいんじゃないかな。久々カップヌードル。いきます。おっ、チーズ感そんなにあるかな。まったりまろやかな感じはチーズっぽいですけど、で匂いもチーズ。昨日のあのチーズダッカルビでも思ったんですけど、やっぱりチーズは入れてすぐのあのミヨーンって感じが美味しいんですよね。チーズ投入してからだいぶ時間が経っちゃうと、なんていうか、チーズの存在感が変わっちゃうんですよね。偉そうに語る。でもこれがカップヌードル、スンドゥブヌードルっていう名前だったら普通に美味しいです。これよいしょ、追いチーズ&キムチ。はい、いただきます。うんうんうん、やっぱりこの入れた直後のまったり感が美味しいですね。おいキムチ。そういえばね、豆腐感はそんなになかった。なんか食べてても、あ、豆腐入ってきたっていう感じが分かんなかった。そうだ、私この間コーラピーチ飲んだ時に、期間限定じゃなくてレギュラーって言ったんですけど、やっぱ期間限定でした。すいません。日清でスンドゥブチゲのカップのやつ売ってるんですけど、あれもね、確かこういう豆腐だった気がするんです。美味しかった。以上、カップヌードルの旨辛チーズスンドゥブでした。ごちそうさまでした。